生まれたばかりの赤ちゃんは快不快に従って行動します。心の動きと体の動きが一致しています。気持ちよかったり面白かったりすると手足をバタバタと動かしたり声を出して笑ったりします。何か不快や不満を感じるとギャーギャー泣き叫びます。私たちがこの世に生まれてきた時は感情と体がしっかりとつながっています。しかし私たちは成長するにつれて自分の気持ちと違うことをしなければいけない時があると学んでいきます。テレビを見たいと思っているのにご飯を食べなければいけなかったり、ずっと親と一緒にいたいと思っているのに保育園や幼稚園に行かなければいけない時があったりします。幼い子供は自分の感じ方と行動が直結しています。したいしたくないと感じたことを直接行動に移そうとします。しかしいつでもしたいことをしてしたくないことをしないというわけにはいきません。このままずっと家にいたいと思っても保育園に行く時間ですよと言われてしまいます。幼い子供の中にはしたいかしたくないかという判断基準しかありません。したいことをしたいししたくないことはしたくないというルールが絶対になっているので、ないないしなければいけないという意味がわかりません。ないないしなければいけないと言われると、いや僕はしたいことしかしませんからとなります。子供はテレビを見て楽しんでいる時に保育園に行かなければいけませんと言われると、なんでテレビを見たいと思っているのに見ちゃいけないんだと不思議になります。そして自分からしたいことを取り上げようとする相手に反発します。嫌だ、保育園に行きたくない、このままテレビを見ていたいと泣き叫びます。子供は社会に入っていくためにこの世の中にはしなければいけないことがあるということを受け入れる必要があります。したいしたくないという判断基準しかなかった子供は社会で生きていくためにないないしなければいけない、ないないしてはいけないというルールを取り入れていく必要があります。子供はこれをしたいと思ってもそれをしてはいけない時があり、別のことをしなければいけないという経験をします。自分の中に湧き上がるないないしたいという気持ちを抑えるのはとても苦しいことです。しなければいけないこと、つまり本来はしたくないことをするのはとても苦痛です。何々したいと思った時、そうだよね、それをしたいよねと共感してもらえると自分の感じ方は正しいと安心することができます。子供は自分の感じ方を肯定してもらうことでしたいことをしたいと思ってもいいんだと自分を肯定できるようになります。そして自分の何々したいという気持ちを肯定してもらってから、でも今はそれをしない方がいいんだよ、こっちを先にしなければいけないんだよと説明を受けることで、社会で生きていくための何々しなければいけないというルールを自分の中に取り込んでいきます。何々したいという自分のルールと何々しなければいけないという社会のルールの対立が生まれるたびに、何々したいと思っている自分が肯定される、それをしたいのはわかるけどこれこれこういう理由で今はこれをした方がいいんだよと対話をするという体験を積み重ねることで、自己肯定感を維持しながらうまく社会と折り合いをつけていく技術を身につけていくことができます。しかし自分の中に何々したいという気持ちが生まれたとき、そんなことをしてはいけません、あなたはこれをしなければいけませんと強制的にストップさせられてしまうことがあります。それをしたいのはわかるよ、でも今はこっちをした方がいいと思うんだという共感と対話をすっ飛ばして、そんなことしたいと思ってはいけません、あなたはこうするべきですよと一方的に押し付けられることがあります。子供は自分の本当の気持ちを否定されることで自分の感じ方は間違っているのかなと不安になります。子供は何々したいという気持ちを伝えるたびに、そんなことをしたいと思ってはいけませんと否定されることで自分の中に湧き上がる
何々したいという思いを信じられなくなってきます。何かしたいと思っても、自分はそれをしたいと思ってもいいんだと思えなくなる。つまり、自分に自信を感じられなくなります。対話をせずに、しなければいけないことを押し付けられることで、自分の気持ちは尊重されないんだ。自分はそれぐらい軽い存在なんだと思うようになります。自分の気持ちを聞いてもらえないという体験をするたびに、自分に価値を感じられなくなっていきます。共感の対話もなく、しなければいけないことを強要されるということを多く経験すると、自分の気持ちを肯定したり、自分を大切にすることができなくなってしまうことがあります。子供の頃、自分の気持ちが否定されることが多かった人は、自分で自分の気持ちを否定するようになります。自分の気持ちが肯定されるという体験が乏しいと、自己肯定の仕方を学ぶことができません。それをしたいと思う気持ちはわかるよと言われなかった人は、それをしたいと思う気持ちはわかるよと自分に共感してあげることができません。子供の頃、対話をしてもらえなかった人は、自己対話のやり方を学ぶことができません。やりたくない気持ちはわかるよ。でも、今これをやっておくと、後で楽できるよ。ちょっとだけ頑張ってみようよ。と優しく自分に語りかけることができなくなります。子供の時、共感と対話をあまり経験していないと、心の中に対立が生まれるたびに、そんなことをしたいと思ってはいけない。それをしたくないなんて思ってはいけない。と有無を言わさず、しなければいけないことを自分に強要するようになります。共感を省くたびに、自己肯定感が失われていきます。対話をカットするたびに、自分に価値を感じられなくなります。なんで、共感も対話もなしに嫌なことをやらされるんだ、と怒りを感じ、自分のことを嫌いになっていきます。社会で生きている私たちは、社会のルールを守る必要があります。他人の幸せを尊重するため、他人の自由を奪わないために、何々しなければいけないというルールを守る必要があります。私たちは、自分を守るために、社会の一員として認められる必要があります。私たちは、お互いがよりよく生きていくために、したいことより、しなければいけないことを、優先しなければいけない時があります。そんな時は、しっかりと自分の気持ちに共感してあげましょう。それをしたいと思う気持ちはすごくわかるよ。でも、後々のことを考えたら、今はこっちをした方がいいと思うよ。嫌だけど、ちょっとだけ頑張ってみようよ。と優しく自分に語りかけてあげましょう。自分に共感することで、自分の感じ方は正しいんだ。と自信を持つことができます。自分と対話をする時間を持つことで、自分の気持ちは聞いてもらえるだけの価値があると感じることができます。しなければいけないことをしたくないと思っている自分を大切にすることで、そんな優しい自分を好きになっていきます。例えば私は朝起きたくないけど起きなければいけないということがあると、まずはもっと寝ていたいよね。布団の中にいると気持ちがいいからね、と共感してあげます。それから、明日は好きなだけ寝てもいいから、今日は起きようよ。今起きたら、お昼は好きなものを食べてもいいからさ、と対話をします。チョコレート食べようよ、ポテトチップス食べようよ、と語りかけると、簡単に説得できます。そして、早起きをして、約束の時間を守ることができた自分を、徹底的に褒めてあげます。私は自分は自分を絶対に否定しないという安心感を持っています。そしていつでも優しく接してくれる自分が大好きです。ということでしなければいけないことをするときは共感と対話をすっ飛ばして自分に寂しい思いをさせないように気をつけてほしいと思います。